こんばんは。髪がボサボサかもしれない。こんばんは、ありがとう、来てくれて。夜なのに、まあいつも夜ですけどやってるの。なんかどっかがすごい髪の毛ボサボサなんだよな。どれだどれだどれだどこだ、どれ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 、後ろ、まあいっか、こんばんは。寒さマックス、いやマックスどころの問題じゃないですよ、もう終わってますよ。もう安部さん、ヒラリーハットさん、はじめさん、炎上さん、あーちゃん、ありがとう。いやもうなんか終わってますね本当に。ちょっとさ、今日本当にびっくりしたんだけど、外出てなんじゃこれってなって、ちょっとね、ちょっともうダメだって思った。今日私生きていけないかもしれないって思っちゃった。今日外で見た時に、今日もう生きていけないかもって。明日大丈夫かな、ちょっとそれが心配ですね。交通機関とか大丈夫なのかな、あの来る方はね、無事に来れたらいいなと思うけど、相当今日降ってたし、積もってて、今日帰り転びそうになったんだよね。滑りそうになった、危なかったです。コンサートの前日にすってんころりんするところでしたよ。気をつけますって今日ね朝確かメール書いたんだけど、滑るから普通にほんと滑りそうになっちゃった、危なかったです。広島駅から結構距離あるのかな、広島駅から、そうですね、そんな距離あるってほどでもないけど、車で20分ぐらいじゃないですか多分、車だったらね。でも多分バスとか電車とかだったら多分30分ぐらいはかかる気がする。こんばんは。いやー、こんばんは。早めに出るわ。だって気をつけてきてね、明日5時からだよね確か。気をつけてきてくださいね。ちょっと皆さんが無事に来れることを、来れることを祈っておきます。市役所前から行った方が早そう。あー、市役所前、市役所前で降りたら、まあ確かにそうですね、市役所前で降りたら歩いて行けるけど、でも雪降ってたら、でもどうなんだろう、あそこってどこで降りたらいいんだろうね。電車ちょっと難しい、場所的に。みんなどうやって来るの？
こんばんは。東京のに行きたかったけど、あ、そうなんですよ。27日のフェス、今年最後のフェスなんですよ。フェス、あの、今年最後のフェスじゃなくて、今年最後のあの踊るやつなんですよ。だからあの皆さん、もしよければ東京であるんですけど、そう、あの今年の最後にね、チケット取ってよ。ありがとう。チケットじゃない、今年最後にね、そういうあの出ることができてすごい嬉しいなって思うので頑張ります。今日もね、さっきそのフェスのレッスンしてきたんですよ。ちょっと久し、なんか私はあの6人でのフェスっていうのにあんまり出たことないから、6人ポジションのやつをあんまりやったことなくて、ちょっとね頭がごちゃになりそうだった、明日のコンサートと。でも一回ちょっと置いといて。こんばんは。また明日は明日で頑張りたいと思います。からちょっとね、なんかこの髪の毛が気になるんだよな。これさ、どこなのこれ本当に。あ、これか。ね、全体的って感じかな。この上だ、この上だ、上だ、上の髪の毛。明日はコンサート楽しんでね。ありがとうございます。皆さんも楽しんでくる方は、せっかくクリスマスイブの日にコンサートで、すごいすごいじゃないですか、できるの。だから皆さんも楽しんでください。来る方は、皆さんに会えるの楽しみにしときます。ウエトさん、ありがとう。はじめまして。セトリが気になる。うん、ですよね。ですよね。なんかちょっと違うみたいな。今年はちょっと違うぞみたいな。告知動画出てましたね。お疲れ様です。ちょっとお楽しみにしといてください。だよね、私ね、さっきちょっとショックなことがあったの。私さ、明日やろうと思ってた髪型決めてたんですよ。あ、この髪型やろうって思って決めてたんだけど、無理かもしれないってことになった。さっきあのね、やろうと思ってた髪型決めてたのよ。決めてたんだけど、多分明日の髪飾り的に無理かも、ってか無理だってなっちゃった。さっきふとね、無理だって思って悲しくなった。どうしよう、せっかく決めてたのに。ちょっとね、やったことない髪型したいって思っていろいろ探してて、いいやつ、いいってかやりたいなって思った髪型があったんですよ。あ、じゃあ
そうだ、じゃあクリスマスコンサートの時にしようって思ってたのよ。なのにさあ、多分無理なんですよ。悲しい。てか皆さん、あれストレートと巻き髪どっちが好きですか？どっちがいいですか？ストレートか巻き髪か。明日どっちがいいですか？どっちがいい？ストレートが多い。ほう。あ、ストレート。おお、ふう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 。じゃあストレートにしよう。何かそれで何かアレンジできないか、ちょっと自分で調べます。あーでもどうだろうな、難しいよな、ストレートの。こんばんは。まあ明日、まあ明日あれ、まあ明日考えます。いや明日考えたらあれだ、今日の夜考えます。てか調べます。右ストレート左巻き巻き、新しいね、それいいですね、目立ちそう。こっちだけストレートでこっちだけ巻くみたいな感じでしょ。へいやおかしいわ、おかしいわ。でもさ、前から撮ったらさおかしいけどさ、横から撮ったらさ2パターン撮れるよね。2パターンの私が撮れますよ。こっちから撮ったらストレートの私、こっちから撮ったら巻き髪の私っていう。これはもうすごいよ。すごいね、すごい。絶対嫌だ。でもさよっちょさん、お金持ち先生、かすけさん、ひろっちさん、かずいさん、コロニャンさん、さとぴさん、ポルンガさん、ぷんごさん、まきまきさん、ありがとうございます。そう、お得なんだけどね。でも未だかつてそんな髪型をした人はいないんじゃないかなって思うんですけど、アイドルのコンサートでそんな髪型をした人は、そうリバーシブルみたいな、人間リバーシブル。こんばんは。じゃあ明日ストレートにします。
こんばんは。そうだ、なんかちょっと久々ですね、ショールーム。皆さん元気でしたか？皆さん元気でしたか？こんばんは。元気です、ありがとうございます。元気じゃないです。どうした、どうしたの。でも私もあの元気じゃなかった元気じゃなかったです。いや普通にね、てかね、あの耳の調子がおかしくなって、あのまあ耳鼻科に行ってね、薬もらって、もう今は治ったんですけど、元気じゃなかったです耳が治りました。もうなさ、薬がさ2種類あったんですけど、なんか1個がなんかつぶつぶのやつで辛かった。それも しかも昨日だっけ、一昨日、昨日か、帰ったらあの靴下血まみれでまたやってしまいました。靴じゃない、足の爪伸びてるやつが皮膚をえぐっていて、そう帰ったら靴下血まみれだった。これよく しちゃうんですよ。だから今ね、2箇所絆創膏を貼ってます、足の指先に。爪切ったよ。なんか足の爪って切り忘れちゃう、私は切り忘れちゃうんですよ、足の爪ね。そうだからちゃんと切りました。そんなことあるのって、あるんですよ。私はこれよくなるんですよ。公演中にもなったことある。足の指の爪の角の部分が隣の指の皮膚を多分めっちゃえぐってて、そうだね、手の指の爪を切るときに足の指も一緒にこう切ったらいいのかもしれない。それが一番いいかも、一緒にセットで。でももう心配なしですよ。もう靴じゃない、洗濯機じゃない絆創膏もう貼ってるし、爪も切ったからもう大丈夫です。もう問題なしです、明日はね。爪割れるの痛いよ、それは痛いよ。こんばんは。ナイーブは出ないの。これって言っていいのかな。まだダメなのか、ダメな気がする。
こんばんは。洗濯大変。もう洗濯やだ。洗濯やだ。洗濯やだ。あ、そうなの？え？もう皆さん表明してるよ。え、嘘。そうなんだ。そうなんですか。ああ、もう話をしているということで。そうなんだ。いや、今回のイベント私も出ます。皆さんにね、協力してもらうことになるんですけど、ちょっと本当に今回のイベント頑張りたいなって思ってます。ちょっとね、アリのゲームのやつとさ被ってて大変かもしれないんですけど、応援してもらえると嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。今回ね、やっぱさ、みんなね、今回のさ、そのコラボが9枚目シングルの カップリング曲とか、これ言っていいよね。今回のイベントね。え、待って。何？今回のそのイベントが、ナイーブさんのコラボのやつだから、9枚目シングルの一緒になんかやるみたいなやつだから、イベント発表されてるから大丈夫。あ、そうだよね。あ、もうびっくりした。なんかどこまで言っていいかわかんない。そう、今回はその9枚目シングルのとこう一緒のねやつで、もうだから9枚目シングルももうすぐなのかなって感じもするんですけど、今回はやっぱりみんな参加するメンバー多いと思うんですけど、でもやっぱりチャンスはあるから頑張りたいなと思います。なかなかなんて言うんだろう、そういう機会をねがあるからにはやっぱりそれはチャンスだと思って頑張ろうって思って、皆さんにお願いになるんですけど、一緒に頑張ってもらえたら嬉しい。で、今回がちょっと私もショールームでのイベントが初めてなので、
この仕組みをね、しっかり自分もちゃんと勉強して理解 しないといけないし、こんばんは。そう、星投げとか、そう、星投げとか難しいってなんか聞くから、うん、久しぶりに来ました、ありがとう。ちょっとまた私もその辺ちゃんと見て、またそのタイムテーブルとかちゃんと決めれたらいいなって思います。なので皆様よろしくお願いいたします。もう私はもうやるしかねえよっていう気持ちで気持ちなんで、皆さん一緒に頑張りましょう。お願いします。25日からでです25日から31まで、31、25、26、27、25、26、27、28、29、30、31、1週間1週間です。年末だけど皆さん私のショールーム見に来てください。やるしかねえよ。もうやるしかねえんだよ。こんばんは。なので皆さん年末よろしくお願いします。もうさあ、あれですね、やっぱ強気に言ったるで。ちなみに毎日3時間ってか1日3時間最大3時間らしいんですけど、普通に3時間やるやるんですよね。やるんですよねっていうか、やるんですけど、そのぶっ続けで3時間やった方がいいのか、ぶっ続けで3時間はさすがにちょっとあれか、こう1時間1時間1時間って感じでやった方がいいのか、なんか30分とかでやった方がいいのかみたいな。なんかなるべく短い方がいい分割、15分12回とか、
保守的には分けた方がいい。なるほど、保守的には時間を分けた方がいい。私は詰める時間がいるから短すぎても厳しい。できるのは分割です。なるほど、じゃああれなんだね、分けた方がいいってことなんですね。あーなるほど、基本的に1時間に1回の星集めのチャンス、そういうことか。配信と配信の間隔が3時間あればいい。うんうん、なるほどなるほどとか言いながらちょっとえってなってるけど、なんかね、アンピー得意だから聞いてみたらって、アンピーにそれさっき聞いたのよ、聞いたんだけど、なんかちょっとやっぱね説明するのがなんか難しいみたいで、なんかね慣れ、この自分でやっぱアンピーはいっぱいショールームイベントとか出てるから、なんかね自分であれって言ってた、いっぱいそういうタイムテーブルとかこう作っていくうちになんとなく分かってなんか来たみたいな言ってたから、やっぱ体験しないとやっぱなかなか難しいのかなって思ったり。でも一応 YouTube とかにやり方とか載ったりしてるみたいで、一応ちょっとそれを見て、あとマネージャーさんとかも分かるみたいだから、分からなかったら聞いたりとかして、なんとかします。なので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあよろしくお願いします。さあさあさあよろしくお願いします。さあきまきさん、アダムダンさん、イケピスさん、エイヒロさん、ネコヒデさん、サキさん、サージカルさん、エイヒロさん、ダークネスさん、カズイさん、ユエさん、ネコヒデさん、ピルスさん、ありがとうございます。みんなプレゼントありがとう。
な拍手です。ありがとうございます。明日は皆さんよろしくお願いしますね。します。こんばんは。シャサ。よろしくお願いシャサ。まあ雪が確かに雪が心配ですけど。無事に来れることを祈って。シクヨロです。こんばんは。私さ、なんか話そうとしたんだよ。さっきなんか話そうとしようとしたんだけど忘れちゃった。てか、あ、そうだ、あのさ、今クリスマスの時期なんですけどさ、なんか今年はね、あのマライア・キャリーさんのあの曲あるじゃないですか、クリスマスの曲。あれ一回も今年聴いてないなって思って。いや毎年必ず絶対聴くじゃん、あの曲絶対聞くのに、あれ今年は聞いてないなーって、一回も聞いてないなーってちょっと思ってさ、なんか、こんばんは。そう、あのじゃんじゃんじゃんじゃじゃん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 ってやつね、今年一回も聞いてないんですよ。え、毎年さ、あのどこかしらではさ、なんか聞く気がしてたのだけど、今年一回も聞いてないと思って、なんかバックナンバーさんの曲、あー、あれか、ラストクリスマス、ラストクリスマス、じゃん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 ってやつですか。え、いや、なんか今年はあのあれ、白い恋人たちかな、あの桑田佳祐さんの白い恋人たちは、あのよく、てか CM かなんかで流れて、で広告かな、広告か CM か、それはよく聞いた、今年のこのシーズンあ、よく聞きました。でもそれぐらい、白い恋人たち、あとあのあれ、ミーシャさんのエブリシングっていう曲あるじゃないですか、あれとか聞いた。エブリシングエブリシング。エブリシングってなんか難しいな発音。え、でもあれってクリスマスの曲なのかちょっとよくわかんない。あれ別にクリスマスではないのか。エブリシング。
シングって言っちゃダメなんだよきっと。これ Everything みたいな感じでEverything クリスマスの曲ではないか。クリスマスの曲ではない。ちょっと冬系の曲、冬系の曲。なんか愛子ちゃんがさあれ歌ってたじゃないですか、ミーシャさんの曲、あのなんだっけ、ちょっと曲名が出てこないけど歌唱力のやつで多分歌ってたんですよ愛子ちゃんが。そうだからちょっと愛子ちゃんにあの Everything も歌ってほしいなって思ってこの間言ったの。愛子ちゃん歌ってほしいって Everything を今は いつか歌ってほしい。白い恋人たちって去年のイオンモールのクリスマスイベントで葵ちゃんが日がたっ、そうだった。私さ、その白い恋人たちって去年は多分知らなかったから、あんまりそのちゃんとね曲を多分知らなかったから、今年は聞いたけどやっぱりでもちゃんと知らなかったから、その時はまだね分かってなかったかもしれない。そうだったのか。ビーズさんのいつかのメリークリスマス、なんか知ってる気がする、なんか知ってる気がする、その曲なんか知ってる気がするな。でもちょっと思い浮かばない、思い出せない。でも聞いたことあると思う絶対。サイレンナイト、ばあちゃんのエブリスイングの発音が夢に出てきそうです。どういうこと、何それ、やだ気持ち悪いじゃんそれ。何、私のその発音だけが夢に出てくるの、それちょっと気持ち悪いですよ。変なの。あ、いつまでも手をつないでみたいな感じじゃない、いつまでも手をつないでいられるような気がしていたみたいなやつだよね。あ、そうだそうだ、気がしていた。知ってるよ、知ってるもん、知ってるもん。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた最後しかわかんない。猫ひでさん、ヒルスさん、ありがとう。
ビーズ、お母さんがビーズ好きなんですよ。ビーズ、ビーズじゃないんでしょ、ビーズって言うんでしょ、ビーズ。よし、じゃあ終わりまーす。13位ヒルマンさん、ありがとうございます。12位マツくんさん、ありがとうございます。11位猫ひでさん、ありがとうございます。10位ドグラスさん、ありがとうございます。9位エレメンツさん、ありがとうございます。あ、変わった。13位ヒルマンさん、ありがとうございます。12位マツくんさん、ありがとうございます。11位エレメンツさん、ありがとうございます。10位ドゥーラスさん、ありがとうございます。9位田辺さん、ありがとうございます。8位こぎつね37さん、ありがとうございます。7位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。6位ラブリー48さん、ありがとうございます。5位猫ひでさん、ありがとうございます。4位ギルスさん、ありがとうございます。3位はじめさん、ありがとうございます。2位まきまきさん、ありがとうございます。1位はやすべさん、ありがとう、ありがとうございます。終わりの時間は突然やってくる。ありがとう。では皆さん、明日はよろしくお願いしまーす。では素敵なメリークリスマスをお過ごしください。メリークリスマス、バイバイ